ございます。すすきの YouTuber たま様とぶーちゃんです。はい、というわけで本日は南七西四 LC11 番館3階ゲームバーフランスさんに来ました。はい、今日はねゲームバーということでいろんなゲームができると思うので楽しみにしてます。ゲーム大好きですからね。いやもうねいろんなものもう古いものからね新しいものが結構あるみたいな。そうですね、それも中でちょっと聞いていきたいですね。はい、まあ今日はそれを使ったゲームの対決になると思うんですけど、はい、プーちゃん負けないように気をつけて。負けないぞ。負けないぞ。それでは行ってみたいと思います。はい、というわけで本日も飛んでまいりました。ね、今エレベーター作業中なんで、まさかのこのね跳躍力で3階まで飛ぶの大変。もうね、本当ね、ちょっと若干こう息切れてるかなみたいな。ではでは行ってみましょう。アミューズメント&ゲームバークランさんですね。では行ってみます。失礼します。いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで本日はゲームバークランさんにお邪魔しております。イエーイ。結構プライベートでも来てますけど、かなり来てます。はい、お世話になってますけど、ね、はい、ありがとうございます。はい、もうゲームバーということでね、ほんといろんなゲームがあるんですけど、もうね、大好きすぎる。大好きすぎる。そう、何だったら買ってこようかな。そう。ありがたい。ぜひ紹介したいっていうね、うちらのあれもあったので。ね、はい、そうですね、ぜひぜひ。そしてね、店長のケイスケです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。普段王子って。いや、呼ばれたことないですけど。っていうのゲームバーということなんですけども、はい、こちらのお店のどういう感じかという内容を、はい、説明してください。うちは料金プランから2時間飲み放題で、はい、その間ゲームやり放題で、はい、はい、お一人様3000円となっています。どんなゲームをやってても別に3000円で。そうですね、何やっても大丈夫。いろんなゲームありますよね、結構。はい、ゲーム、昔のゲーム、はい、ファミコンだったり、はい、PC エンジン、メガドライブ、うん、まあ、セガだったらセガサターン、はい、ドリームキャスト、うん、あとプレステ1から4、うん、あと最新のスイッチだったり、うん、あとカラオケとかもありますし、カラオケもね、みんなでワイワイ、ボードゲームとか、うんうんうん、ちょこちょこ置いてます。もうアナログからデジタルまで、そうです、各種取り揃えてますので、、はい、ここに来て楽しめないわけがない。そうそう、ね、僕ら世代とかでもね、楽しめるゲーム機とか、あ、そういえばあれやってないなとか、やってみたかったなって現場いっぱいあると思うんですよ。だからなんか僕もこの間ね、ちょっとアールタイプとかすごいやってましたね。PC エンジン系とかやってやれたりするんですけど、この前僕が来た時は黙々とグランツーリスマやってました。そうね、走ってましたね。ドリシャを作るがために黙々とその横でタモさんもやってましたね。そうですね、はい、もう自由。結構同業の方も多いんでね、なんかこうみんなで集まってワイワイ、うん、ボンバーマンやったりとかね。はい、ボンバーマンもなんか5人ぐらいでできるんですからね。そうですね、大概うちにあるボンバーマン、うん、スーファミドなんですけど、5人でやって、うーん、もうね、三本選手とかやって、大体1回も俺勝てない。何かカニカで死んじゃう。白熱してますよ。白熱してますね。かなりの感じで白熱しよう。はい、で、なんかこちら、料金プランとかはあれなんですけど、なんかサービスデーみたいな、そういう特別な日とかってありますか？そうですね、まあ、定期的になんですけど、はい、ガールズデー、うん、まあ、女性の方、1000円割引だったり、あと、長くゲームやりたい人、延長料金で1時間1000円でやってるんですけど、まあ、それ全くない日、ただし、まあ、2時間以降は飲み物飲みたいっていう方とかの方がいましたら、まあ、単品で、単品で、はい、お飲み物を出して、それだと結構ね、なんかあんまりそんなにガバガバ飲まないよっていう人だったら、まあ、そうですね、ね、すごくいいですね。まあ、あとなんか長いゲーム、ボードゲームだったり、ロールプレイング、RPG やりたい人は、そういう日を狙って来ていただければ。ありがたい
って言われながらからすぐは終わらないんで、ね、そう、うん、もう桃鉄なんかやった日にはもうすごいみんなで桃鉄からもう、そうですね、相当時間かかるもんね。そういうあの、うん、何度かでっていうのは何で調べたら分かりますか？ツイッターやってますので、はい、ツイッターの方で皆さんね、そうですね、調べて、はい、ツイッターのリンクは下に多分貼ってあるかなと思いますので、はい、こちらの方に、こちらの方に出しておきますんで、はい、一度やってみたかったそういうやつ、ね、今ボンと出てますからやってみたかったんですよね、はい、いやもう本当に、ね、ありとあらゆるゲームがあって、ボードゲームとかも結構充実してるので、うん、なんかこういうゲームあるんだなっていうのが面白いものがあるのでね、皆さんもぜひ、うんうん、この間はあのボードゲームじゃないですけど、カードゲームでポケモンポーカーやってみたりとか、なんか面白いんですよ、騙し合い、騙し合い心理戦ですね、そうです ね、 本当ね、まあ、ゲームというゲームが集まったものですよ ね、 うん、そうですね、みんなで楽しめる感じでね、なんか一人来ても団体で来てもすごく楽しめるんで、ぜひぜひやりたいと思います、はい、はい、そして今日の、ゲームはい、そんな中でのゲーム、はい、何やっても負ける気しかしないですけど絶対慣れてるでしょって思っちゃう、いや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 、まあ、したらゲームの紹介をしていただきましょうか、はいはい、そうですね、じゃあ、なんか昔のゲームちょっとやっていただきたいので、はい、定番の、はい、スーパーマリオブラザーズ、おー、はい、あ、普通にやっても面白くないので、はい、目隠ししながらマリオをやってどこまで進めるか、おお、もうこれはねもう最初のクリボあたり死ぬんじゃねえか言い出して死んじゃう感じになる、そこで終わっちゃうプランプランってね、はい、なっちゃうかもしれない、はい、はい、こちらの方じゃあね、サニーでやってみて、はい、はい、罰ゲームはね、負けた人、はい、一番負けた人のね、あれですね、そうですね、返事にしますか、そうです、はい、ね、はい、にしましょう、はい、絶対なんか練習してそうだもんないやいやいや面が頭の中でもうずっとあるもんそう、もう全然見えなくてもできるみたいな、いやいやいや、全然目隠したら何もできないさすがに本当にもうじゃあそんなね、あのじゃあプランさんのお母さんのね、お母さんですね、そんなあの店長のケイスキー君と、はい、勝負してみたいと思います、はい、イエー、はい、ということで、一つ目のゲームでございます、はい、スーパーマリオブラザーズさあ、目隠しで一面、うん、どこまで行けるね、いけるか、うん、さあ、では、はい、はい、みーちゃんから行ってもらいましょう、はい、じゃあスタートボタンを、じゃあ僕がスタートボタン、あ、これ、いいですか、はい、はい、押してもらって、はい、そこからもう一回スタートボタンを押していただいて、なんも見えないですねよーい、スタート、イエー、おお、怖っ、おお、意外とできてる、あれ、うわ、やべえ、あー、惜しかったなということで、2体目のクリボーで終了ですていうか、1体目のクリボー叩いてますからねちょっとびっくりしました、今どれ見えてんのと思ったいや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 、さすが、B ダッシュからスタートするっていう、ね、そう、はい、まずは B ダッシュから、おかしい、はい、ということで、はい、一旦目、ケイちゃん終了でございますんで、いやー、次、はい、タマさんも行きますか、いいよ、はい、私に行きますか、スタートボタンを押したらスタートします、では、タマ様のターン、よーい、はい、スタート、はい、あー、なんで、いや、わかんない、はい、ということで1体目のクリボー、ジャンプ終了後、ぶつかるっていうすごい勢いよかったビーダッシュで綺麗に、じゃあ、僕はメガネを外してちょっと目隠しをするんでね、では、では、それじゃあ、はい、これスタートボタンですか、はい、右はそうですね、はい、はい、行ってみましょう、はい、あれ、ジャンプこれでしたっけ、奇跡を起こせ、ブーちゃんそう、あの、右右側、これがジャンプ、はい、これが B、 はい、それではゲームスタート、ピー、お、倒した、
ハイジャンプ。あっ。え？え？あ、二人ともじゃあ、え、じゃあ僕とケイちゃんは同じとこでしたね。ところで。一番負けたのは。はい、僕です。いやきついなこれ。これは難しかったな。ということで、第一ゲームは玉様の負け。ということで第二試合。第二試合ですね。第二試合に行きたいと思います。はい、ということで、はいはいはい。一個目のゲーム終了でございます。はい。もうちょっと俺ゲームしてちょっと正直言ってマリオのあのスピード感が速すぎたかなっていうのもあるんで、まああるんで、じゃあ2つ目ちょっと行って罰ゲーム行こうかなと思うんですけども、2つ目なんかゲームありますかね。2つ目、そうですね、最新のまあじゃあスイッチを使ったワンツースイッチっていうゲームなので、まあそのゲーム結構あの初めてゲームやった、ゲーム苦手です、うん、あまりやったことないです、うん、で人でもよく普通に負けちゃうゲームほんと分かんないなんですね、はい、結構あのあれですよね、アーケード系のゲームですよね。そうですね、なんか、うん、パーティーゲーム基本なんか2対2でやるゲームが多いんですけど、まあ今回は1-1でちょっとやっていこうかなと思いますんで、うん、じゃあ2つ目のゲームいきましょう。じゃあ2個目のゲームでございます。2個目のゲームは、はい、そうだ、スイッチのワンツースイッチ、そうです、はい、の中に入ってますソーダというゲームをやっていきたいと思います。これはコントローラー1つで、はい、回しでやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、このゲーム自体は、ソーダの瓶をスイッチのあのコントローラーで見立ててこう振ってってポンと弾けた人が負けだっていうゲームです。そう、何回でね、こうできるか分かんない。そうですね、結構振動しますからねこれ、うん、そうですね、まっすぐ危ないって時はコントローラーシュワシュワした感覚でぐるぐる振れますんで、はい、それを頼りに向かうと思いますが、はいはい、とりあえずこれは順番が重要だと思うので、はい、順番を決めていきましょう、はい、じゃあじゃんけんしていきましょう。はい、はい、あのカメラでお願いしますよ。最初はグー、じゃんけんぽっ、あー、いこうでほっ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、おー、したら僕1番でいいですか。はい、じゃあ2番、3番で、はい、じゃあ、はい、これでいきますよ、はい、じゃあいきますよ、スタート。結構いきますね。はい、はい、おぉ、いや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 いうん。怖っ。顔見てるってから、すみません。なんかそういうとこに性格出るよ。さあ、どうなるか。やばいやばい。もう、というわけで僕はですね、2連チャン負けてるということで。はい、ということで。玉様の負け。罰ゲームいきます。はい、というわけでね、あのソーダ最後に乾杯って言ってたんで罰ゲームね。そう、もうすすきのでは有名なこちらのね、わ、黄色い、あ、黄金のテキラフィルボさんをいただきたいと思います。それでは、ゲームバークランに乾杯。乾杯。久しぶりに飲んだ。あ、樽の匂い。あ、もう2連敗はね、しょうがない、うん、これ文句のつけようがないあれですね。うん、もう逃
ゲームやっても2連敗はしょうがないっす。はい、もう負けました。はい、次エンディングでどうぞ。はい、というわけで罰ゲームも終わりまして、まあね、ほんとね、2発やりましたけども、はい、ブーちゃんがあそこであんなことになるのはね。意外と、意外とでしたよ。そうだね、僕もちょっとそんなに想像はしてなかったですけど、全然ですけどね、そうそう、もうね、あの、ペイちゃんさすがですね。いやいやいや、ほんとにゲームマスターですよ、ほんとにゲームマスターね、ゲームマスターでね、そうそう、ね、ほんとね、まあまあ次は貸したいと思います。そうですね、まあ、こんだけ面白いお店さんなので、はい、みんなきっと来てくれるでしょうっていうところで、ね、週1、2回は本当に来たいところで。全然いますよね、でもお客さんで。いや、結構いますね。ヘビーで来る人結構いますよね。いや、いまして、あの、うん、聖剣伝説って、はい、あのスーパーファミコン、ね、アクション RPG あるんですけど、はい、あれ毎週金曜日か土曜日に来られる方がいたんですけど、その人が全クリしちゃって。逆にそういうね、あれ長いですよね、結構。結構長かったんですですよね。コツコツボールブレンドをやってて、ここでクリアしちゃったんで。これが、ね、新規で常連になるチャンスですよ。逆にね、まあ一度来たら多分ハマると思います、みんな。本当にゲーム好きが集まる店なんで、はい、もしかしたら僕もゲーム実況ここでやってるかもしれない。あ、いいですね。なんかちょっとアリの CX みたいな感じで。あんまり僕はないんですけど、それが面白いかなみたいなね、なりますね、はい、というわけで本日はですね、あの、またキーワードですか、はい、そうですね、をいただいて、まあ、ドルドル TV をね、新規で見て こちらのお店に来ていただいた方に、あの、サービスを一つしていただきたいと思ってるんですけども、はい、サービスと、まあ、キーワード、もしくはキーポーズみたいな感じのを決めていただけると嬉しいんですけど、はい、そうですね、はい、で、ちょっとあの、はい、お二人の、ブルちゃんちょっと僕これですね。それがまさか二人とも被ってるとは。合わせしないのですか、別に今日合わせてないんですか。ということなので、ちょっと、はい、まあ、ゲームバーとはそんな関係がないんですけど、はい、まあ、このマキシマムザホルモンのロックポーズですね、ロックポーズ、ロックポーズ、はい、見ていただいて、このポーズをしていただいたお客様には、はい、500円引き、3000円のところ、はい、500円引きで2500円でご案内させていただきます。皆さん間違えないでくださいよ、あの、大悟じゃないですから。ビッシュ、ビッシュは親指立ってますけど、ロックポーズは親指をしまいますから。はい、これだけ間違いないように、はい、もうね、ホルモンか弁明だかみたいな。有名ですけどね、はい、これをやっていただけたら、はい、ちょっとね、お安くこう、ね、長く入れるというか。そうですね、ロックポーズで入っていただければ、もう最低3時間ぐらいでいけますからね。はい。でね、そうです、はい、もう素晴らしい。まあ、皆さんもね、いろんなゲームやりたいものあると思うんですけどね、うん、来て聞いてみてください。まあ、ツイッターの方とかでもね、問い合わせできるのかな。このゲームありますかみたいなね。あ、全然、やっていただければ、はい、あれば答えますので、はい、ぜひ楽しんでください。以上、本日ドルドル TV、 今日はゲームバークラーさんからでした。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。